国の食べ馬茨城わっしょい第7回目ということでですね、今回は初めてさゆみんがいないわけですよね。ということで犬一人でただいま歩いておりますが、食べ馬茨城初めての県西、茨城県の西の方にやってまいりました。こちらはですね、茨城県は結城市でございますが、こちらになんととっても美味しいスイーツのお店があるそうなんですよ。さらにさゆみんがいないってことは、今回誰がゲストに来るのっていう感じもしますよね。ちょっとさゆみんいなくて寂しいけど、さゆみん見てる、またおいでね。今回はですね、なんとまたさゆみんとは別の水戸ご当地アイドルちゃんとは別のご当地アイドルがなんと現地ですでにもうスタンバイして待ってくださっているそうです。おまさかあれがなんかいますよ、美少女が、美少女、そしてなんか素敵なお店がある。早速行ってみたいと思います。まさかまさかの、なんかほら、なんか一般とは違う感じの入れ立ちですよ。おはようございます。おはようございます。はじめまして、はい、ようこと申しますが、はい、もしかして今日の食べ馬茨城のゲストさんですか？はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、じゃあ自己紹介をお願いします。はい、アイドル界の未確認生命体シモンチュです。私は、シモンチュの、茨城の県下情熱の赤いバラ赤レンジャーマリリン参上というわけでよろしくお願いします。すごい、なんていうの、この工場っていうんですっけ、こういうのすごいぞ、なんか面白い。ちょっといろんなよくわかんない単語がいっぱいあったから質問させてもらってもいいですか？はい、まずはシモンチュっていうのはユニット名ですよね。はい、ユニット名です。シモンチュってなんでシモンチュなんですか？下妻市には可愛いシモンちゃんっていうキャラクターがいるんですけど、うん、そのシモンちゃんをちょっともじってチュッという響きが可愛いかなってなってシモンチュになりました。おー、赤ということは、はい、もう一回なんて言ってたんですっけ？茨城の県下情熱の赤いバラ赤レンジャーマリリン参上。情熱の赤いバラのマリリンですよ。はい、レンジャーなんですか？うん、みたいなこともちょっとやっていて、うん、そうですね。どういうこと？いや、ちょっとやってみて。それはマリリンだけが全乗りで一人でやってるんじゃなくて、みんな大丈夫、ついてきてるメンバーは5人の中で浮いてない？はい、大丈夫です。赤と黄色と青とオレンジと緑と紫がいるので。おー、レンジャーで赤といえばセンターじゃないですか。センターなんですか？いやー、みんなこう下地それぞれみんないろいろ。あ、そうなんですね。じゃあ別に基本的な赤がセンターっていうわけじゃないんですね。はい、さあ、ということで私たちがこちらね、もうすでにお店の前にいますが、こんな感じの今日はですね、おしゃれなお店に来ておりますが、一体どんなスイーツがあるんでしょうね。早速じゃあ中に入ってみたいと思います。食べ馬、お邪魔します。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。とっても素敵なスイーツがもうすぐにショーケースで見えたのですが、こちらは素敵なスイーツのお店でよろしいでしょうか？ありがとうございます。はい、2006年にオープンいたしました、はい、フランス菓子を中心にお作りしております。おいしそう。どうすごい、なんかキラキラしててテンション上がります。すっごい、なんかフルーツがめちゃめちゃキラッとしていますね。わ、めっちゃ美味しそう。何かこうたくさんケーキの種類ありますけども、はい、おすすめのケーキとかスイーツあるんですか？はい、そうですね、定番のケーキももちろんおすすめでございますが、はい、ただいま夏だけお作りしているケーキもございますので、こちら
ショーケースセンターにございます、はい、爽やかなケーキ類は夏限定のケーキになっております。おー、はい、なんかこれもう桃のやつとか超すごい、すごい、なんかまるっと素敵なドーム型になってますね。おいしそう。こちら大変手の込んだケーキでございます、はい、薄くスライスした桃を一枚一枚貼り付ける作業でお作りしております。手の込んだ。そうですね、あの中のソーテルヌワインのババラも大変あとシーフレーバラやばい、絶対美味しい。今日はあの何かこう食べさせていただいたりとかしてもよろしいですか。はい、もちろんこちらのショーケースのケーキも召し上がりいただけます、はい。あとはスペシャルメセールといって4種類の持ち帰り難しいデザートのお盛り合わせもございますので、どうぞこちらのカフェで召し上がってください。カフェがあるんですか。わ、めっちゃ綺麗。おお、あのこの奥に、はい、すごい、ありがとうございます。素敵。あれ、しかもなんかテラス型、今回お邪魔したお店は結城市にあるアルチザンパティシエ板橋さん。四季折々の旬な果物をふんだんに使った最高級のスイーツをシェフ自らデザインしたこだわりのカフェでいただくことができます。ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。そして次回の食べうま茨城はリヌイとマリリンが結城の食べうまスイーツを食べ尽くす。ぜひお楽しみに。